として受け取ってください。お嬢様、やっぱりそういうことだったのか。こんなことだろうとは思っていたが、真の女お前。いや、それはない。お嬢様はきっと考えあってのことだ。ですよね、お嬢様。その、お嬢様がおっしゃっていた、かまじというのは。もう隠す必要はありません。私の意中の人です。意中の人。おいおい、嘘だろ。真の女お前まさか。いや、なんでもない。なんとなく聞いてみただけだよ。俺がそんな夢みたいなこと思ってるわけ。二人とも心配しないでください。このことを何も知らないことにしておけば問題ありません。もし父上が咎めても私が全責任を負います。そうするしかありませんね。わかりました、お嬢様。でも千里さん、もし本当にバレたらどうするんだ。大丈夫です。父上は小さい頃から私を可愛がっています。ひどくても食事を半日抜きにされるだけでしょう。ご心配なさらないでください。あのおじいさんにそんな一面があったと。ではお二人ともお気をつけて、またいつかお会いしましょう。うん、またな。さとさん、ほらさっさと貨物を運ぶぞ。何を踏み込んだんだ。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ。あんたが好きで好きすぎて、どれだけ強いお酒でも歪まない思い出が馬鹿みたい。